いや僕もパン屋さんやってるからパンの値段上げたんですよ1月にザクザクカレーパンって250円だったら290円に上げたんですよ大ブーイングですよその加盟店さんからねなんでそんな突然に40円も上げるんだといやいや絶対インフレは続くから僕説得しましたよだって小麦の価格が短期的に下がる要素は一つもないよとそしたらその時は実はウクライナの戦争起きてなくて単純に。 世界の国葬地帯というのはもう水不足になってるとアメリカなんかも特にそうですよねグレートプレーンズとかもう地下水汲み上げすぎちゃってもう水不足になってんです日本にいると水不足ってあんまりピンとこないんだけど世界的な大平原はみんな水不足になっていてそれは中国の旺盛な需要のせいなんですけどだからもうこれ以上生産量増やせないんでだから値段は絶対上がらざるを得ない。 安売りを売りりをにしした業態はむ難しいです、ねうんうん、だからブランドを価値を高めて高くても買うよっていう風なブランディングをしてないと厳しいんですよね、えーうん、おっしゃる通りではすごい高級なレストランだとか高級なホテルとか温泉旅館とかっていうのはむしろ10年前と比べたらすごい値段上がってると思いますし価格設定っていうのは結構二極化してるというか高級ゾーンっていうものはどんどん値上がりしてる一方で対象品のところはなかなか上がらないっていうのい それどういうい意味だよあのもう要はだからこ,これまでの常識が通用しなくなるんで、うん、まあ常識っつってもたった20年とか30年のデフレ下での常識なんですけど、うんうん、それがひっくり返るんで、うん、ひっくり返るってことを認識してない人がほとんどなので、うん、商売としてはめっちゃ楽なんですようんうん、うん、値上げしていけばうまく取っていけるんで,で,ですねなるほどですね、うん